なんかいっぱい時間を使ってくれたから、あの応援してあげたいなって思ったのが一番最初にハマったきっかけだったかもしれないです。よく言うじゃないですか、あのホストを支えてあげたいみたいな。支えてあげたい、はい。なんかそれってどういう感情なんですかね。どういう感情、いやでもやっぱり推しが輝いてくれたら嬉しいみたいなのは誰にでもあるんじゃないですかね。涙の色はエメラルドブルー、宝石みたい。自分のためにだけだったらそんなに頑張れないと思うし、目立つ目立つお店だよね、やっぱりホストクラブっていうのは。ありがとうございます。昨今、ホストクラブの問題や事件が相次ぐ町、歌舞伎町。ですが、この町に足を運ぶ女性は後を絶ちません。彼女たちはなぜホストクラブに通うのか。なぜ彼女たちはホストに大金を支払えるのか。そんな疑問を探るため、私たちはとある女性の一日に密着しました。お疲れ様です。撮影ありがとうございます。彼女の名前はアキさん。ホストクラブに通い詰めて6年以上。彼女の今の推しは、端正なルックスと落ち着いた物腰が評判だというレイヤさん。実は彼女、以前番組にも出演。昨年11月に行われたホストたちによる売り上げイベントで、レイヤさんがトップ10入りしたにもかかわらず、壇上での雄姿を見ることができずに本気で悔しがっていたのです。ヒローズナイトの時に、そんなアキさんはこの日、お目当てのレイヤさんと同伴するということで、彼女の一日にお邪魔することにしました。レイヤさんとは結構担当になって長いんですか。そうですね、今のアンサーになる前のアクセルの時から、だいたい3年ぐらい予約薄めで通ってます。はい。ちなみになんですけど、レイヤさんに使った金額ってどれぐらいですか。3年で〇〇ぐらいは使ってると思います。ですか。そうですね、3年間で3年は〇〇から超えてるんじゃないかなみたいな。レイヤさんに使った金額は事情により伏せますが、だいたい都内で一軒家を買えるほどの大金。そんな彼女の職業は。そうですね、風俗、デリバリーヘルスで働いてます。もうすごい長くて、夜の仕事トータルでもう7年とかそれぐらいです。なんか通い始めたらそれに近いことをしてて、通い始めてから本格的に足を踏み入れたって感じでしたね。そうなんですよ。そうなんですよ。もともとそういうお仕事、興味が、なんかきっかけは夜というか、なんかリヘルのお店をやってて、やっぱりホストクラブとかスカイドルとかに行く子が多くて、まあ、そこで誘われてホストクラブ通うようになって、本格的に夜のお仕事へって感じで、まあ、なんか本当よくある感じなんじゃないですかね。そのハマったのってどれぐらいですか。20歳ぐらいの時に本格的に通うようになりました。友達が先にハマってて、話聞いてて、いやずっと
ね。よく言うじゃないですか、あのホストを支えてあげたいみたいな。支えてあげたい、はい。なんかそれってどういう感情なんですかね。例えばレイヤーさんに3年でじゃないですか。でもって他のこともできたりするじゃないですか。なんかでもを使ってまでやっぱ輝かせたいっていうのはどういう感情というか。じゃあもうなんかお客さんの生きる糧みたいな生きる糧はどうなんですかね。確かにちょっとまあ趣味とかで使う金額ではないのかなと思ってますね。なんか担当職人やっぱホストに通うってなると楽しいですか。まさかのよろしくお願いします。はい、お願いします。はい、行こうか。はい、レイヤーさんを指名しようと思ったきっかけって何だったんですか。会話してないですね。してないっすね。よろしくお願いしますって来てくれて、で、三谷さんも飲み直し進めようってなって、そこから飲み直しするかってなって。よく言われるっす、言ってました。全然あると思います。そうなんです、全然あると思います。そうなんです、そのタイミングで前の担当さんが切れて、まあ暇だし初回でも行くか3人でって言って。そう、まあ目当てとかじゃなかったんで、
まあでも本当にまあ運が良かったなじゃないですけど、まあでも本当に出会えて良かったなとは思いますね。人それぞれの幸福があり、人それぞれのお金の使い方がある。この日、アキさんとレイヤさんを見て、それに見合うサービスを行い、まっとうにお金をいただく。そんな当たり前の空間があるように感じた。気になったんですけど、レイヤさんとどういう接客してますか？それはもうないんじゃない、この時代だから。ないと、ないと思うけどね。私は暴れてるけど、そっちを。あ、ありましたよ。乗り込まれたりとか。そうだね。まあなんかね。女の子削り回してたよ、あの。ホスト、有名なホストみたいな、めっちゃ話聞いたりするよね。